皆様ご起立願います。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。ご着席願います。ただいまより本日の会議を開きます。この際ご報告いたします。はじめに監査委員より地方自治法第235条の2第1項の規定により実施した例月水道検査の結果報告1件が提出されており、その写しをお手元に配布しておりますのでご静覧願います。次に本日の出席議員数及び地方自治法第121条の規定により説明のため出席を求めた者の職使命につきまして事務局長に報告させます。名によりご報告申し上げます。まず本日の出席議員数についてでありますが、本日ただいまの出席議員数は22名全員であります。次に地方自治法第121条の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名についてでありますが、お手元に配布いたしております名簿の通りでありますのでご静覧願います。以上でございます。以上で報告を終わります。次に今期定例会の会議録署名議員については9月3日の定例会第1日に5番柏原かなめ議員、6番野本俊明議員を指名しておりますので、両議員よろしくお願いいたします。次は日程第1議案第51号辰野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例制定についてから、請願第3号手話言語法制定を求める意見書の提出を求める請願書までの19件を一括議題といたします。これより各常任委員会の審査の経過並びに結果等について各常任委員長の報告を求めます。はじめに総務文教常任委員長の報告を求めます。三木浩一総務文教常任委員長。皆さんおはようございます。名によりましてご報告申し上げます。ただいま議題となっております19件のうち、総務文教常任委員会に付託になりました議案第51号から議案第53号および議案第62号中付託関係部分の4件につきまして、総務文教常任委員会を代表して付託経過並びに審査の結果および経過等をご報告申し上げます。まず付託経過については、去る9月3日の今期定例会第1日の本会議において当委員会に付託されたものであります。次に審査の結果でありますが、当委員会はこれらの付託議案審査のため、去る9月9日午前10時から第1委員会室におきまして委員会を開催し、教育長をはじめ関係部課長の出席を求め慎重に審査を行いました。その結果、当委員会に付託されました議案4件について、全員異議なく原案の通り可決すべきものと決しました。次に審査中に委員会が出されました質疑、意見等のうち、主なものについて要約してご報告申し上げます。はじめに議案第51号、辰野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例制定についてでありますが、委員から厚生労働省令で定める設備基準では1単位ごとの児童クラブの定員はおおむね40人となっているが、本市では70人としたのはなぜかとの質疑があり、当局からは小宅放課後児童クラブなどスペースが広い児童クラブにおいては現在定員を70名に設定しているため、当面は現在の定員数を確保し増加傾向にある入所、要望にも応えたいと考えているとの答弁でありました。次に議案第52号辰野市条、市条例、市税条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、委員から軽自動車税の税率を引き上げるとの説明であるが、市税の増収分はどれくらい見込んでいるのかとの質疑があり、
当局からは軽自動車税全体で平成27年度は950万円の増収、また平成28年度で2110万円の増収を見込んでいるとの答弁でありました。これに関連して委員から県内他市の税率はどのような状況かとの質疑があり、当局からは小型特殊に限っては市町村の条例で税率を定めることができ、農耕用の小型特殊については県内35市町のうち32市町が現行の 1.5 倍である2400円に改定予定で、その他小型特殊については35市町のうち34市町が現行の 1.25 倍の5900円に改定する見込みであるとの説明でありました。次に議案第62号平成26年度辰野市一般会計補正予算第3号中付託関係部分についてでありますが、危機管理課所管部について委員から緊急防災減災事業債から合併特例債に財源変更した理由は何かとの質疑があり、当局からは緊急防災減災事業債は東日本大震災で震災復興を契機に設けられた地方債であるが、国庫補助事業等との調整の結果合併特例債に振り替えたものであるとの答弁でありました。次に各課所管部について委員からふるさと応援寄付金について辰野市民も本市へ寄付することはできるのかとの質疑があり、当局からは寄付は可能であり、現在のところ8月末までに109件の申し込みがあり、そのうち市内からの寄付は10件であるとの答弁でありました。これに関連して委員からふるさと応援寄付金については各自治体で記念品のサービス合戦のような状況にあるが、市外への PR はもちろん市内の方に対してもどのような広報をしているのかとの質疑があり、当局から全国市のふるさと納税ガイドブックや女性誌の ESSE などの雑誌媒体への掲載や市ホームページを利用するなどの広報活動を行っており、また市民の 方には夢未来ミーティングでも PR したところであるが、今後も市内の各種大会イベントなどに職員が出向きチラシ等を配ることを考えているとの答弁でありました。また委員からは本市に寄付された方の地域別の人数を聞きたいとの質疑があり、当局からは8月末現在で近畿地方が36件、北海道東北が2件、関東地方が45件、中部地方が8件、中国地方が5件、九州沖縄地方が3件であるとの説明でありました。次に学校教育課所管部について委員から理科教育と設備整備事業について毎年理科教育にのみ国から補助金が交付されているが何か理由があるのかとの質疑があり、当局からは理科教育振興法の規定で学校の設置者は国の補助を受け理科教育を振興するために備品購入等をすると定められているため補助金が国から交付されているとの答弁でありました。これに対して委員から具体的にどのような備品を購入しているのかとの質疑があり、当局からは顕微鏡や人体骨格模型等の理科に関する備品を購入しており、また理科教育に関する備品は各校の教材備品購入事業でも購入しているとの答弁でありました。その他の議案につきましては特に質疑等はありませんでした。以上で当委員会の審査経過及び質疑等を要約してご報告申し上げましたが、議員閣議におかれましては当委員会の審査結果にご賛同賜りますようお願い申し上げまして、総務文教常任委員長の報告を終わります。総務文教常任委員長の報告は終わりました。これより総務文教常任委員長報告に対する質疑に入ります。ご発言ありませんか。ご発言がありませんので次に
生活福祉常任委員長の報告を求めます。はい、宅見隼人生活福祉常任委員長。ただいま議題となっております19件のうち、生活福祉常任委員会に付託になりました議案第54号から議案第56号、議案第62号中付託関係部分から議案第64号および請願第3号の7件につきまして、生活福祉常任委員会を代表して付託経過並びに審査の結果および経過等をご報告申し上げます。まず付託経過につきましては、先ほどの総務文教常任委員長の報告と同様でありますので省略させていただきます。次に審査の結果でありますが、当委員会はこれらの付託議案審査のため、去る9月10日午前10時から議会第一委員会室におきまして委員会を開催し、副市長をはじめ関係部課長の出席を求め慎重に審査を行いました。その結果、当委員会に付託されました議案6件は全員異議なく原案の通り可決すべきものと決しました。また請願1件につきましても全員異議なく採択すべきものと決した次第であります。次に審査中に委員から出されました質疑意見等のうち主なものについて要約してご報告申し上げます。はじめに議案第54号、辰野市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例制定についてでありますが、委員から特定教育保育施設とはどのような施設なのかとの質疑があり、当局からは特定教育保育施設とは市長が施設運営に給付費を交付する施設であると確認した幼稚園保育所および認定こども園であるとの答弁でありました。また委員から特定地域型保育事業とはどのような施設なのかとの質疑があり、当局からは特定地域型保育事業とは施設の収容人員が19人以下の小規模な施設を小規模保育事業、収容人員が6人以下でマンションの一室などで預かる家庭的保育事業、ベビーシッターのように家を訪問してその家で子どもを預かる居宅訪問型保育事業、事業所の中で保育する事業所内保育事業の4種類であるとの答弁でありました。また委員から第4条でこの条例の施行に関し必要な事項は市長が特別に定めるとあるが、どういうことが想定されるのかとの質疑があり、当局からは国の基準で50何条にわたりこと細やかに書かれているが、それ以外にもう少し細かいところで規定が必要な場合は市長にその委任規定があるということである。今のところは国の基準で十分対応できると考えるとの答弁でありました。次に議案第55号、辰野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例制定についてでありますが、委員から本市にはこのような施設はあるのか、また市から補助は出ているのかとの質疑があり、当局からは事業所内保育所として徳永病院のひまわり保育所に28名、特別養護老人ホーム桑の実園のくるみのおうちに20名、ヤクルトの赤トンボルームに3名、文泉のちびっこ園に12名、揖保川病院内のニコニコ保育園に14名が通園されているが、現在従業員だけの対象なので市からの補助はない。家庭的保育事業等は国から制度を作り基準を決めるよう指示があり、一応は制度を作り基準を定めたが実際の対象はないと考えるとの答弁でありました。次に議案第56号、辰野市福祉事務所条例及び辰野市福祉医療
医療費助成条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、委員からこの改正によって対象者が何名ぐらいになるのかとの質疑があり、当局からは一人親家庭の方が受けている児童扶養手当の人数は母子家庭が551名、父子世帯が37名であるが、この手当は平成22年度から父子世帯にも支給されているので、今回の改正では変わらないとの答弁でありました。また、委員からこの条例の改正にはどのような背景があるのかとの質疑があり、当局からは経済的にも厳しい父子家庭が増えてきているためと考えられるとの答弁でありました。次に、議案第62号、平成26年度、辰野市一般会計補正予算、第3号、中、付託関係部分についてでありますが、健康課所管分について、委員から委託料4285万9000円について、どこへ、どのような単価で委託しているのかとの質疑があり、当局からは、委託料の単価は、水筒9234円、肺炎球菌は8265円で、委託先は辰野市揖保郡医師会、姫路市医師会、また広域的な予防接種が可能な医療機関ということで、兵庫県医師会と契約を進めていく予定であるとの答弁でありました。また、委員から対象者は何人かとの質疑があり、当局からは水筒の接種者は2903人で、そのうち接種率を 80% と見込んでおり、2323人分を計上している。また、肺炎球菌は接種者を5010人と想定しているとの答弁でありました。また、委員からこの対象者にどのように周知するのかとの質疑があり、当局からは、水筒は対象者に直接予診票で通知をする。肺炎球菌は広報、ホームページ、各医療機関でのポスター掲示、受診勧奨、健康講座、出前講座、あらゆるところで機会を捉えて周知をしていきたいとの答弁でありました。次に、請願第3号、手話言語法制定を求める意見書の提出を求める請願書についてでありますが、4名の紹介議員を代表して、鳩山貴一議員に請願趣旨の説明を求めた上で審査を行い、請願事項に対して委員からは特に異議を唱える意見等はなく、採決の結果、全員異議なく採択すべきものと決したものであります。その他の議案につきましては特に質疑はありませんでした。以上で当委員会の審査経過及び主な質疑等を要約してご報告申し上げましたが、議員各位におかれましては、当委員会の審査結果にご賛同を賜りますようお願い申し上げまして、生活福祉常任委員長の報告を終わります。生活福祉常任委員長の報告は終わりました。これより生活福祉常任委員長報告に対する質疑に入ります。ご発言ありませんか。ご発言がありませんので、次に経済建設常任委員長の報告を求めます。畑山貴一経済建設常任委員長。失礼いたします。ただいま議題となっております19件のうち、経済建設常任委員会に付託になりました議案第57号から議案第62号中付託関係部分、議案第65号から議案第67号および請願2号の10件につきまして、経済建設常任委員会を代表して付託経過並びに審査の結果および経過等をご報告申し上げます。まず付託経過につきましては、先ほどの総務文教常任委員長の報告と同様でありますので省略をさせていただきます。次に審査の結果でありますが、
当委員会はこれらの付託議案審査のため、去る9月11日午前10時から議会第一委員会室におきまして委員会を開催し、市長をはじめ関係部課長の出席を求め慎重に審査を行いました。その結果、当委員会に付託されました議案9件は全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。また請願1件につきましても全員異議なく採択すべきものと決した次第であります。次に審査中に委員から出されました質疑意見等のうち主なものについて要約してご報告申し上げます。はじめに議案第57号辰野市営住宅条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、委員から入居者資格について中国残留邦人等を支援の対象としていたものが特定配偶者まで拡大されるとあるが、どういうことが支援されるのかとの質疑があり、当局からは入居者資格は市内に住所を持っている方、勤務場所を有する方、かつ同居人がいることを要件としており、特例として60歳以上の方及び60歳未満であっても永住帰国した中国残留邦人等に対しては単身での入居ができるとしている。しかし60歳に達していない特定配偶者については中国残留邦人等が死亡した場合、単身としての入居は不可能となっているが、今回の条例改正によって特定配偶者も単身での入居ができるようになるとの答弁がありました。次に議案第58号辰野市駐輪場条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、委員から駐輪場料金は無料なのか、また駐輪場を駅の北側に整備しているが駅の南側の迷惑駐輪を解消できるのかとの答弁質疑があり、当局からは駐輪場料金については無料である、また利用者の割合は駅の北側からの自転車の利用者が約8割、南側からの利用者が約2割であり、ふれあい橋を通行することで行き来ができるため、駐輪場の看板の設置や職員による啓発を行うことで解決できるものと考えているとの答弁でありました。次に、議案第59号、辰野市水道事業給水条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、委員から大口利用者へはどのような説明をしたのか、また、大口利用者からの理解は得ているのかとの質疑があり、当局からは本年6月に15箇所の大口利用者のところへ行き、改正した後の水道料金の差額を説明した、また料金が大幅に上がる大口利用者には段階的に増額する激変緩和の説明を行った、その結果ほとんどの業者から了承するとの返事を得ており、議決後には結果説明のため再度訪問する予定であるとの答弁がありました。また委員から9月議会に議案を提出しているので10月から新しい料金体制に変えるということができないのかとの質疑があり、当局からは新宮地域と辰野地域の排水管を接続する事業が平成26年度末で完了するため、この完成をもって平成27年4月1日から新料金体系に移行したいと考えているとの答弁がありました。次に議案第60号個別外部監査契約に基づく監査によることについて及び議案第61号個別外部監査契約の締結についてでありますが、委員から外部監査の結果改善の余地があり、市が運営を続けていっても経営改善ができる可能性がある場合、決定した経営方針を変えることはあるかとの質疑があり、当局から個別外部監査というのは非常に重要であり、経営健全化計画策定にあたり必ず受けなければならないが、外部監査の結果の内容にかかわらず決定した方針の通り作業を進めていきたいとの答弁がありました。また委員から契約相手の人選はどのように決めたかとの質疑があり、当局から国民宿舎の経営改善専門委員会を設置していたが、この委員会の委員長が公認会計士の資格を持っており、その委員長の推薦により今回決定したとの答弁がありました。次に議案第62号平成26年度辰野市一般会計補正予算第3号中付託関係部分についてでありますが、建設課所管分について委員から県営旧傾斜地崩壊対策事業について辰野市には土砂災害危険箇所が約600箇所あると聞くが、
市内に緊急を要する危険な箇所は何箇所あって、それは具体的にどんな場所で優先順位はあるのか、またこの県営旧傾斜地崩壊対策事業はどのような箇所で実施するのかとの質疑があり、当局からは危険な土砂災害の恐れのある警戒区域として旧傾斜地崩壊危険箇所が395箇所、土石流危険渓流が204箇所、地滑り危険箇所が1箇所の計600箇所あるが、特に優先順位はない、また県営旧傾斜地崩壊対策事業としての採択基準は崖の高さが5メートル以上、人家が5戸以上で、崖の傾斜角が30度以上のいずれの条件に合致する場所であるとの答弁がありました。また委員から街路灯設置助成事業について、追加の街路灯設置は地域別にして何箇所あるのかとの質疑があり、当局から現在のところ21自治会から相談が来ており、辰野地域が10地区、新宮地域が5地区、伊保川地域が3地区、水地域が3地区となっているとの答弁でありました。次に農業委員会所管分について、委員から農業委員会費委託料についてシステム関連変更等委託とあるが、何を変更するのかとの質疑があり、当局から農地法の改正により農地の所在、地盤、面積、賃借関係、農業振興地、遊休農地の措置等を一般公開しなければならず、インターネットを通じて公開するためにシステムの変更が必要であるとの答弁がありました。答弁でありました。これに対しても委員から個人情報公開の問題にならないのかとの質疑があり、当局から現在でも法務局で閲覧できるので問題ないと考えるとの答弁でありました。次に議案第65号、平成26年度辰野市下水道事業特別会計補正予算第1号についてでありますが、委員から室津浄化センターの機械設備建設委託料について先送りして問題ないかとの質疑があり、当局から辰野西浄化センターで超寿命化の改修工事の実施中に脱水機のローラー部の劣化が見られたため、これを早急に改修する必要が生じた、室津浄化センターについては1年先送りであれば差し迫った問題はないと考えているとの答弁でありました。次に議案第67号、平成26年度辰野市国民宿舎事業会計補正予算第2号についてでありますが、委員から回収場所及び金額はどういった内容なのか、また今後指定管理を受けた業者から要請があればどうするのかとの質疑があり、当局から直営から指定管理者に移行した場合営業に支障が出るという範囲で工事箇所を決定した、赤トンボ層については業務用エレベーター及び各階の絨毯の張り替え工事を予定しており、工事費は3400万円である、また新宮層については腐食し水漏れが発生している排水管とボイラーの配管工事及び相当傷んでおり雨漏りがしている本館の屋根の工事の2600万円、合計で6000万の工事を予定している、指定管理者の要望については市として検討することとし、5年の指定管理がであるため、その中で年次的な計画を立てて回収していくということも視野に入れながら考えていきたいとの答弁がありました。また委員から指定管理と管理者との契約の段階でこれ以上の改修工事費は出さないととの縛りなどを設けなければならないのではないかとの質疑があり、当局から小規模な改修は赤字分の補填を含めて上限を5000万とし、その範囲の中で指定管理者が行い大規模な修繕、例えば1000万以上の工事は市が行う、どちらとも言えない工事の内容については市と指定管理者が協議をしてどちらが費用を負担するのかということを決定するという内容を指定管理者募集要項に記載している、また改修の必要性については営業を続けていく上で果たして妥当であるかその都度判断していくとの答弁がありました。次に請願第2号、労働者保護ルール改悪反対を求める請願についてでありますが、審査を行い請願事項に対しては委員から特に異議を唱える意見等はなく、採決の結果全員なく採択すべきものと決したものであります。
その他の議案につきましては、特に質疑はありませんでした。以上で、当委員会審査経過および主な質疑等を要約して申し上げましたが、議員閣議におかれましては、当委員会の審査結果にご賛同賜りますよう、お願い申し上げまして、経済建設常任委員長の報告を終わります。ありがとうございました。経済建設常任委員長の報告は終わりました。これより経済建設常任委員長報告に対する質疑に入ります。ご発言ありませんか。ご発言がありませんので質疑を終結してこれより討論に入りますが、発言通告がございませんので討論なしと認めます。これより表決に入ります。都合により分割して採決いたします。お諮りいたします。上程中の議案第51号から議案第53号までの3件は総務文庁常任委員長の報告のとおり原案可決することに決してご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって上程中の議案第51号から議案第53号までの3件は総務文庁常任委員長の報告のとおり原案可決されました。次にお諮りいたします。上程中の議案第54号から議案第56号までの3件は生活福祉常任委員長の報告のとおり原案可決することに決してご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって上程中の議案第54号から議案第56号までの3件は生活福祉常任委員長の報告のとおり原案可決されました。次にお諮りいたします。上程中の議案第57号から議案第61号までの5件は経済建設常任委員長の報告のとおり原案可決することに決してご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって上程中の議案第57号から議案第61号までの5件は経済建設常任委員長の報告のとおり原案可決されました。次にお諮りいたします。上程中の議案第62号は各常任委員長の報告のとおり原案可決することに決してご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議案第62号は各常任委員長の報告のとおり原案可決されました。次にお諮りいたします。上程中の議案第63号および議案第64号の2件は生活福祉常任委員長の報告のとおり原案可決することに決してご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって議案第63号および議案第64号の2件は生活福祉常任委員長の報告のとおり原案可決されました。次にお諮りいたします。上程中の議案第65号から議案第67号までの3件は経済建設常任委員長の報告のとおり原案可決することに決してご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって上程中の議案第65号から議案第67号までの3件は経済建設常任委員長の報告のとおり原案可決されました。次にお諮りいたします。上程中の請願第2号および請願第3号の2件は生活福祉常任委員長および経済建設常任委員長の報告のとおり採択することに決してご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって請願第2号および請願第3号の2件は各常任委員長の報告のとおり採択されました。ただいま経済建設常任委員長から委員会提出第4号労働者保護ルール改悪反対を求める意見書の提出についておよび生活福祉常任委員長から委員会提出第5号手話言語法制定を求める意見書の提出についての2件が提出されました。この際お諮りいたします。この2件を本日の日程に追加し直ちに議題といたしたいと思いますがご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって委員会提出第4号および委員会提出第5号の2件を一括議題といたします。この際お諮りいたします。この2件についてはあらかじめご協議願ったことでもありますので提案説明質疑の議事を省略いたしたいと思いますがご異議ありませんか。
ご異議なしと認めます。よって採用を決しました。これより討論に入ります。ご発言ございませんか。ご発言がないので、討論を終結して、直ちに評決に入ります。お分かりいたします。上程中の委員会提出第4号及び委員会提出第5号の2件は、原案の通り可決することに決してご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって委員会提出第4号及び委員会提出第5号の2件は、原案の通り可決されました。この際、お分かりいたします。ただいま可決されました委員会提出第4号及び委員会提出第5号の2件の取り扱い並びに事故等の整理につきましては、会議規則第41条の規定により、議長に一任願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって採用を決しました。議案、配布のため、このままの状態で暫時休憩いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。ただいま市長から同意第8号、辰野市固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求めることについてが提出されました。この際お諮りいたします。本件を本日の日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって第8号、同意第8号を議題といたします。これより上程議案に対する説明を求めます。小西副知事。ただいま議題となりました同意第8号、辰野市固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求めることにつきまして、提案の理由及びその内容についてご説明申し上げます。本件は、本市固定資産評価審査委員会委員6名の任期が、来たる11月17日をもって満了いたしますので、そのうち黒田貴則委員、西口徹委員、三木正史委員の3名につきまして、引き続き、固定資産評価審査委員会委員として選任いたしたく、地方税法第423条第3項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。なお、固定資産評価審査委員会の委員につきましては、今期定例会に上程いたしました議案第52号、辰野市税条例の一部を改正する条例制定についての中で、その定数を6人から3人に改めさせていただき、先ほど原案のとおり可決いただいたところでございまして、これを受けて、このたび追加議案として上程させていただいたものでございます。ご交渉のとおり、固定資産評価審査委員会委員は、固定資産課税台帳に登録された事項について、納税者の中から不服審査の申し出があった場合、その申し出内容を審査・決定するものでありまして、その任期は3年となっております。選任しようとする3名の経歴につきましては、別点資料のとおりでありまして、人格、執権ともに優れ、本市固定資産評価審査委員会委員として、まさに適任者であるものと確信いたしております。何とぞ満場一致をもって同意賜りますよう、お願いを申し上げまして、説明を終わります。上程議案に対する説明は終わりました。これより上程議案に対する質疑に入ります。ご発言ありませんか。ご発言がないので質疑を終結いたします。この際お諮りいたします。本件は会議規則第35条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本件は委員会付託を省略することに決しました。これより討論に入ります。ご発言ありませんか。ご発言がないので、討論を終結して、直ちに評決に入ります。お分かりいたします。上程中の同意第8号は、原案のとおり同意することに決してご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって同意第8号は、原案のとおり同意されました。次は、日程第2委員会の閉会中の継続審査等についてを議題といたします。お手元に配布いたしております申し出書のとおり、議会運営委員長及び各常任委員長から委員会条例第40条の規定により、閉会中の継続審査及び調査の申し出がありました。
お諮りいたします。議会運営委員長及び各常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査することに決してご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議会運営委員長及び各常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査することに決しました。以上で今期定例会に付議されました議案は、平成25年度各会計決算認定を除き、すべて議了いたしました。これをもって平成26年第4回辰野市議会定例会を閉会いたします。閉会にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。今期定例会は去る9月3日に召集されましてから本日までの23日間の会期で開催され、議員閣議には条例制定、条例改正及び各補正予算等の重要案件を終始熱心かつ慎重にご審議賜り、それぞれ適切妥当なる決定を賜りました。また議事運営につきましても格別のご協力によりまして、ここに閉会の運びとなりましたことを心より厚くお礼申し上げます。なお今期定例会で設置されました決算特別委員会の委員閣議には定例会に引き続き平成25年度各決算各会計決算認定について閉会中の継続審査を賜ることになっておりますので、よろしくお願いいたします。また理事者におかれましては、今期定例会において本会議及び委員会審査の中で議員から提出されました意見要望等を尊重され、今後の市政運営に十分反映されるよう切望するものであります。さて9月の下旬ともなり、まだ幾分残暑を感じる日々でありますが、秋空のすがすがしさとともに本格的な実りの秋、スポーツの秋の到来となり、秋の行事も多数予定されておりますが、一方で台風や秋雨前線による豪雨など風水害が多発する季節でもあります。幸いにも今回の台風16号は本市においての被害はなかったようでありますが、理事者におかれましては、さまざまな災害に対する前兆現象と対策を今一度確認され、市民の生命財産を守るため万全の体制をお願いする次第であります。最後になりましたが、議員閣議におかれました季節柄十分に健康にご留意を賜り、市政発生のためなお一層のご尽力を賜りますようお願い申し上げまして、閉会の挨拶といたします。市長。平成26年第4回辰野市議会定例会の閉会にあたりまして、一言お礼のご挨拶を申し上げます。まずはじめに、台風16号は昨日温帯低気圧に変わりましたが、この低気圧の影響で局地的な大雨による災害への警戒が必要であることから、警戒体制を敷き情報収集に努めてまいりました。現在のところ特に被害は発生しておりませんので、ご報告をさせていただきます。一方近年は長雨による河川の氾濫、ゲリラ豪雨による土砂災害、全国各地で想定外の災害が発生をいたしております。今後も警戒を怠ることなく、これからの本格的な台風シーズンに備え、市民の皆様の安心と安全を確保するため防災対策に万全を期す所存でございますので、格別のご理解とご協力をお願いを申し上げます。さて今期定例会は去る9月3日に開会されましてから、本日までの23日間にわたり、議員閣議におかれましては本会議常任委員会等を通じまして終始慎重かつ熱心にご審議を賜り、同意案件、条例案件、補正予算など提案いたしました38件の案件のうち、閉会中の継続審議に付されました平成25年度各会計決算認定15件を除くすべての案件につきまして、原案のとおり可決いただきましたことに対しまして、心から厚く御礼を申し上げます。誠にありがとうございました。また会期中にお寄せをいただきました貴重なご意見につきましては、
今後の市政運営に十分配慮をしてまいる所存でございます。なお決算特別委員会の委員閣議におかれましては、引き続き閉会中のご審議をお願いすることになりますが、何卒よろしくお願いを申し上げます。季節の変わり目を迎えますが、議員閣議におかれましては十分に健康にご留意をいただきまして、市政全般にわたり一層のご尽力を賜りますようお願いを申し上げまして、閉会のご挨拶とさせていただきます。誠にありがとうございました。皆様お疲れ様でした。